まあ、世の中には、まあ、全体として確率というのがあってですね、まあ、1億2700万人の日本人がいれば、平均寿命は例えば80歳にしてもですね、まあ、中には5歳の人で5歳で亡くなる人もいれば、まあ、100歳を超える人もいると、まあ、これがまあ自然現象なのでですね、で、まあ、その人間によってはですね、まあ、いろいろ幸福な人もいれば、まあ、見かけ上不幸な人もいると、まあ、そういう中での自分というものを考えますとですね、まあ毎日一応何か生きて、生活できてればですね、まあ、平均としては、まあ、それで喜ぶべきもんだと、まあ、いうことをこの前お話しいたしました。このこととですね、そういう確率的にものが決まるということですね、まあ、結婚して、子供ができる人もいればできない人もいる、全てのことはですね、確率的にある分布を持って決まっているんであってですね、その本人がなんでっていうとですね、少し困るところがあるということですね。このことと、まあ、科学の基本である因果関係ですね、例えばあることが起こるときには必ずその原因があるわけですね。例えば結婚しても子供の生まれない夫婦と生まれる夫婦がいるわけですね。この中にはですね、非常に簡単な因果関係がある場合がありますね。例えば夫がの精子がない、無精子症であるとかですね、まあ、そういったその、まあ、結婚するまで知らなかったけども結婚してみたら子供はもともと生まれない体だったっていうこともあるんですね。それから精子の密度なんかもありますから、ものすごく密度の多い夫で、まあ、妊娠しやすい体をしている妻の場合は必ず子供ができるわけですね。だからもちろんその因果関係なんかはっきりしておりまして、おそらく多くの場合はですね、多くの場合は、その理由がはっきりするわけですね。だけどもたまには理由がはっきりしなくて子供ができないっていうのは夫婦もいるんですね。どうしてかっていうと、例えばですね、もともと妊娠しにくいカップルだったと、これは妊娠しにくいカップルといろんな要因が100もあるわけですけどね、たまたま妊娠しやすい日にセックスしたんだけれども、その時たまたまですね、なんか片方が体の調子悪かったとか、まあ、そういうのもあるわけですね。こういったものは因果関係が決めにくいっていうことがあるわけですね。つまり因果関係にも分布があって、非常にはっきりとした因果関係を持って子供ができないという夫婦もいれば、ほとんど因果関係が見つけにくいんだけど、ものすごく調べると分かるという場合も、まあ、あるわけですね。で、そうするとまあ結局子供が生まれる生まれないは、まあ、確率で結果的に決まるということですね。この確率で決まってるということと因果関係とは全く矛盾しないわけで、因果関係は全部にあるわけですね。だけども確率的にどうなるかというのはまた別途それが現れてくるわけです。確率というのは現れた結果でありまして、因果関係というのはそれがどうしてそうなったかという問題なわけですね。だから例えば人生の運不運もですね、ものすごく因果関係が複雑なんですよ。まあ10万とか100万とかいう因果関係が重なってある人の運命が決まるんでしょうね。例えば健康状態がどうか、命を失うかどうか、命を失うかどうかだってものすごく細かい因果関係があるわけですね。例えば、まあ圧倒的にもう5歳ぐらいまでしか生きていけないっていう人もいますけども、まあ、たまたまそのある病気を克服すれば、その後はもう健康に生きるというところに克服できた人とできない人がいる。じゃあ克服できた人はどういう状態かったら、ちょうどその一番危ない時に部屋の中がたまたまあったかくて、それでそこを乗り切ったとかですね。それでもう一人の人はたまたま危機の時になんか下痢をしたとかですね、まあ、なんかそういう本当の因果関係はきちっとあるんですけれども、まあ外側から見るとですね、まあ、確率とか運で言わざるを得ない状態っていうことなんですね。それからもう一つ科学的に難しいことはですね、非常に偶然的に起こるものって多いんですね。例えばよく言われるのは落ち葉が風で飛ばされるかどうか、まあ、これなんかはですね、それで風に飛ばされて、落ち葉が100枚あると、そのうちなんで一つの落ち葉は随分遠くまで飛んでいくのに、別の落ち葉はほとんどそこから2センチぐらいしか動かないかっていうのもですね、もちろん因果関係あるんですよね。因果関係あって、風の向きとかその時の落ち葉が乾いてるかどうかとかですね、あるんですけども、
まあ、それはだけど全体としては因果関係があるんですが分布として存在するということなんですね。ですから因果関係の強さとですね、まあ、分布というのは非常に分かれているわけですね。ですね、これは非常に難しい問題で、もちろん努力をするということですね。努力をすると平均的には人生は幸福になるんですよ。平均的には幸福になる。だけど努力によってはですね、逆にその、命を縮めたり健康を害したりすることもあってですね、それも全部因果関係があるんですが、それもまた一個一個は実はその当人にもわからないわけですね。ですからまあ人間というのは、例えば人事を尽くして天命を待つっていう言葉があってですね、まあ、これなんかも本当に真実をついてるわけですね。まあ、人事を尽くすということは結局何を言ってるかというと、因果関係という点では、自分の目標とか自分の人生を良くするように向けるんだけども、向けた結果がどうなるかは運に任せるしかない。運というのはその確率的に決まってしまうものもあるということですね。でしたがってはものもあるんじゃなくて、結果的には確率的に、分布するって言った方がいいんですね。確率的に分布する原因は自然界における因果関係の基本的な構成によるんです。つまり、まあ、人間のように特に非常に複雑なものはですね、因果関係がまあそれは1万100万とありますから、この因果関係の合計でですね結果が現れるので、因果関係が大きければ大きいほどですね、結果はですね、大きく広く分布するわけです。まあ、そういう点では、まあ、人生が幸福かどうかとかですね、結婚できるかどうかとかですね、結婚したら幸せかどうかとか、まあ、こういった非常に因果関係が複雑で多いものについてはですね、まああまり因果関係をがっちり考えてもですね、まあ、その通りにならないということですね。ですから、まあ、それをですね、まあ、いちいちそれを考えるのはまあ大変なんで、あの人は運が悪いとか運がいいとかいうふうに言うわけですね。それから、まあ、運がいいとか言われる人は、いや俺は努力してるんだって言うんですけど、全部真実で、まあ、努力も必要ですし、あんまり努力しすぎもいけないし、それから最終的にまあ、そういう分布がありますから、努力しても因果関係が非常に多いんで、因果関係自身がまた分布してますからねだから、どうしても、まあ、いろんな人が起こる。そうすると、まあ、運のいい人とか運の悪い人っていうことになるんですが、まあ、それはですね、落ち葉が風に吹かれて100メートルも飛んでいく落ち葉もあれば、2センチぐらいしか動かない落ち葉もある。もちろんその2センチしかなぜ動かないのか、なぜ100メートル飛ぶのかっていうのは因果関係はあるんですが、まあ、落ち葉から見ればですね、それぞれの落ち葉がいろんな条件を浴びて、まあ、幸福な落ち葉と不幸な落ち葉があるかどうかわからないんですが、まあ、そういうことにまあなるわけですね。それはまあ科学的に考えればそういうふうに一つ一つ考えるわけですが、包括的に考え、総合的に考えれば、お釈迦様はの言われているように、まあ、身を任せるといったですね、まあ、そういった大きな見方でこの運というのを捉えてもいい。だから運というのが基本的に、確率とか運というのが基本的にこの世の中の原理として存在するんだから、だからそれをくよくよしてはいけないなんていうのが大体はイエス様とかキリストの教えなんでしょうね。だからだいぶそのお釈迦様とは教えが違いますが、同じ仏教の親鸞聖人なんかの善人は救われるけども悪人も救われますよなんていうのもですね、これもちょっと考えるとおかしいんですが、よくよく考えるとですね、やっぱりものすごく多くの因果関係の中で、人生を送る人間というものはですね、あるいはそう見てもいいとも言えるんですね。お釈迦様は終始ですね、ちゃんとした行いをしなさい、まあ言ってみれば綺麗な行いをしなさいと言ってるわけですから、悪人っていうのはお釈迦様の考えでは受け入れられないんですが、それをさらに深く考えると、まあ、親鸞聖人のようにですね、まあ、悪人親と悪人でも救われますよということになる。この非常に複雑な因果関係と確率の組み合わせでですね、この世の中はなっているというふうに思われます。まあ、くよくよしないで、まあ、今日生きて生きてご飯食べてお風呂に入れれば、まあ、それでいいということに結局はなるんではないかと私は思うんですね。